皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。バイオリンのゆきなです。まずはですね、チャンネル登録者数1000人突破いたしました。ありがとうございます。はい、というわけで、チャンネルの開設自体は、かなり前に、やったんですけれども、ここ2年くらいでこう弾いてみた動画などを、定期的にアップするようになって、この3月の上旬にチャンネル登録者数が、1000人を突破しました。本当にいつもありがとうございます。ちょっと前までですね、2年、ちょっとあの YouTube で喋るのが本当に久しぶりすぎてすごい噛むんですけど、なるべくあの聞き取りやすいように喋っていくつもりなので、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。2年くらい前までは、結構なんだろう、あの浴衣着たり着物着たりとかして、こうなんだろう、街ブラ動画みたいなのをね上げてたんですけれど、ちょっと、ここ1年くらいかなは、もう弾いてみた動画に、徹したいっていうのがあって、それでもうほとんどあの YouTube で喋ることがね、生放送以外ではほとんどなかったので、今日かなり緊張してるんですけれども、それでですね、まあ、1年ぐらい、弾いてみた動画をに絞って、動画をね投稿してたんですけれども、チャンネル登録者数が1000人を超えたタイミングで、前みたいにちょっと喋る動画だったり、ちょっとね、バイオリニストとして以外の部分っていうか、演奏以外の部分を YouTube で知ってもらえたらいいななんて思っていたので、今回、すごい見切り発車でね、ビデオを回しています。ビデオ、カメラを回しています。ちゃんとね、自己紹介をしたことがないなっていうふうに思ったので、改めて、このタイミングで簡単になりますけれども、ゆきなの自己紹介をしていきたいと思いますので、ごゆっくりご覧ください。はい、というわけで自己紹介もうなんかめったにすることないからねまず名前はゆきなと申します。ゆきなは本名です。職業はバイオリニストをやっております。このチャンネルで見せてる部分は結構ソロバイオリニストとしての部分が多いんですけれども、もちろん、オリジナル曲を中心に、ソロバイオリニストとしてライブをやったりだとか、アパのお仕事だと、歌手の方のサポートをライブでやったりだとか、あとはレコーディングに参加したり、レコーディングもそのいろんなものがあって、なんかゲーム音楽だったり映画の音楽だったり、いろんなレコーディングにもまだまだ未熟ですが、少しずつ携わらせていただいております。そしてですね、レコーディングという分野なんですけど、お家で、自分でレコーディングをしてデータをお送りするっていう宅録というお仕事もしております。こちらもやっぱりゲーム音楽が多いかな。ゲームの音楽だったり、アニメの音楽だったり、そういうものが多いですね。はい、そんな感じですかね。そんな感じで、お仕事をさせていただいております。あとはですね、活動としては YouTube をやったり、あと Twitter とか Instagram とか、まあ、SNS 系関係はね、そっちの方で活動しております。緊張するめちゃめちゃ緊張する。喋るのは大好きなんですけど、なんかこう順を追って話すのがあんまり得意じゃないので、なんか後から自分で編集するときに見直して変だなっていつも思ったりするんですよねはい、次は誕生日は、1991年、5月の4日生まれです。なので今28歳で、来月29歳になりますちなみにね、ちょっと今すごく世間的に大変な時期なんですけれども、5月の17日に一応、誕生日ライブを予定しております。こちらは一応収束を願ってという、願って、今のところ開催の予定で動いております。ただ、どういうふうに状況がね変わっていくかわからないので、SNS 等、見ていただけると嬉しいです。
超開催できるように今頑張って動いてますので、ぜひ、まだ予定がない方なんかはちょっと、ご検討いただけると嬉しいです。で、血液型は AB 型です。大獅子の AB 型です。右利きです。はい、まあ、YouTube をね始めたきっかけみたいなのをちょっと話そうかな。 YouTube を始めたきっかけっていうのは、本当に一番最初に登録したのって本当にすごい前なんですよ。 YouTube 自体を登録したのすごく前で、その頃はもうライブもほとんどやったことがなくって、で、たまたま今も使ってるこのビデオカメラなんですけど、ビデオカメラを実家から持って帰ってきていたので、まあ、せっかくこうライブとかやってるなら、なんかこう自分の記録として映像と音楽が残ったらいいななんて思って、最初もなんかそんなもう本当に記録のつもりで、動画を撮り始めて、それをまあ なんとなくって言ったらあれですけど、まあ、なんとなくこう YouTube にもアップして、まあ、普段ライブに来てくださってる方だったり、まあ、見てくれたらいいななんて思ってあげたのがきっかけですね。なんですけど、やっぱり、2年前かな、2年前3年前の、ゼルダの伝説の、メインテーマの、カバー動画が、本当にたくさんの方に、見ていただいていて、それをきっかけに、あ、もっと自分のことを知ってもらえたら嬉しいななんて思って、定期的に、動画を上げるようになりました。そして今回、チャンネル登録者数が、1000人を突破したタイミングで、まあ、ちょっと自分の、ね、こう編集技術 の向上もあるんですけど、ちょっと自分で喋ったりだとか、あとなんかどういう動画をねみんなが見たいか、ちょっと今回ぜひコメントなどなどで教えていただきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、演奏してるだけじゃわからない私のなんかこう内面的なこととか、なんか知ってもらえたらいいななんて思っております。でね、今回、編集ソフトも一新しまして、このね自己紹介動画がどんな風に編集されるのか、まだまだ私ねこの時点でやってないのでわからないんですけれどもね、頑張ってやっていきたいなと思います。結構、女性の YouTuber さんはメイク動画だったりとか、あと美容系って言われるんですかねとか、あとファッションとかが多いと思うんですけど、私もそんななんかこうなんていうんですかね、おしゃれじゃないし、見てね見てわかる通りっていうか、なんかいや、この服がおしゃれじゃないって言ってるわけではなくて、その着こなせてないっていうことですね。こう人の参考になることがねあんまりなくてですね、なのでぜひこういうことをしてほしいとか、まあ意外に王道のねそういういわゆる女性 YouTuber さんがみんなやられてるようなことが一回見てみたいなのか、いやなんかねこうユキナだからやってほしいみたいなことがあったら、ぜひ、コメント欄、そして、私の Twitter、などで教えていただけると嬉しいです。YouTube についての尺が長くなっちゃったんですけど、自己紹介でしたね。次は出身地なんですけれども、愛知県の愛知郡というところ出身でございます。10年前に、大学進学をきっかけに東京に引っ越してきて、もう今、東京で10年ぐらい暮らしております。愛知県のね愛知郡というところはのどかでのんびりしたところです。うん、両親も、愛知県愛知郡出身のもう本当に純愛知県人なんですけどね、また今ね活動拠点が東京を中心にね活動してるんですけれども、いつかねこう愛知と行き来しながら、なんかこう地元に音楽で貢献っていうとすごくねこう聞こえが大きくなっちゃうんですけど、本当になんか自分でね地元に貢献できることないかなってずっと考えていることではあるので、なんかいつか愛知でもお仕事ができるようになったらいいななんて思っております。
そんな感じかな。自己紹介ってすごく難しいですね。なんか今質問を見ながらやってるんですけど、なんか長くなりすぎるのもねどうかなとか思ったりね、なんか質問は質問でこう質問コーナーを作りたいなっていう気持ちもあるので、今日はこの辺りで、終わろうかなと思います。もっとなんかねこういうことを聞きたいとかありましたら、ぜひぜひ、コメント欄、そして、ツイッターのリプなどで教えていただけたら嬉しいです。すごく自己紹介動画緊張しました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイオリニストゆきなでした。バイバイ。